どうも、オリジンのケンです。今日はですね、僕が作った靴を紹介しようと思います。靴って言ってもスニーカーとか、パンプスとか、あとはドレスシューズ、ブーツとかいろいろあると思うんですけど、僕が作ってるのはドレスシューズですね。革で作る紳士靴です。その紳士靴がちょっと一足完成したので、それを紹介しようと思います。はい、こちらです。こんな感じで茶色い革でレザーソールです。この靴はですね、特徴はこれですね。紐を通すところが、この穴じゃなくてこういう輪っかになってるギリータイプなんですね。ギリシューズに使われる外羽のダービーなんですけど、でここにこのパーツをつけて紐をね、見せるような作りになってます。で、使った革はアノネイのアルカザールっていう革で、ロシアンカフっぽい型押しがされてる革ですね。で、もともともうちょっと綺麗というか均一な表情なんですけど、それにちょっと茶色いアンチーククリームっていうのがあって、それで染めてます。ちょっとこういうね、この辺のシミとか、あとはまあステッチのあたりちょっと黒っぽくちょっとしたりね、そういうのをやってますね。これがそのアンチーククリーム、リーガルアンチークっていうやつで、コロンブスが出してるんですけど、どういうやつかっていうと、こんな感じ、チョコみたいに、ちょっとね、こう染料なんですけど、ちょっと粘度があってネバッとしてて、塗るとすぐには染み込まないで、ちょっとずつ時間で染み込むっていう感じのクリームで、靴工場とかではブーツの最後味出しみたいな仕上げに使うらしいですね。こういうのも使いました。で、まあ、実際こういう染み感みたいなのを出して、どういうものが作りたかったのかというと、イメージしたものがありまして、これですね。これをイメージしてました。これシルマノラッタンジ、イタリアの靴なんですけど、この雰囲気を持たせられたかなというふうには思っています。で、このイタリア靴に結構あるのが、この目付け、出し根のところの溝が結構深めなのもものが多いんですよ。はっきりしてる。それをイメージして、この靴もちょっと深めに目付けをしてますね。で、目付けっていうのは、目付けごてっていうものがあって、こうやって一目一目こう縫った後に、出し縫いのこのピッチに合わせてコテでこうしていくっていう、まあ、それはおいおい動画でいたします。このラインなんか見てみると、すごいマニアックなんですけど、イタリア靴って結構ここですね、このラインがこういうところ結構直角っていうのが多いんですよ。こういうこの羽のあたりとかも結構緩やかなラインっていうのがあんまりなくて、カクカクッとするっていうのが多いんですよね。こういうとこも直角になってるし。でも、この靴、作った靴はもうちょっと緩やかな感じ、これもこう下がっていくし、ここも直角で、全然直角なんでね、流れるような感じ。これはちょっとイタリア靴というよりはフランスの靴に近いようなパターン取りな気がしますね、個人的には。あとはこのギリタイプっていうのは、もともとスコットランドの、民族衣装なんで、ギリシューズっていうのは。だから
イギリスのジョン・ロブとかクロケット・ジョーンズとかありますよね、こういうギリタイプの靴が。ちょっとここの、これはここ飾りステッチなんですけど、これがあってここが完全にプレーントーンになるとちょっと寂しいかなという気もしたので、ここにダブルステッチで衣装を入れました。なので、ね、ミシンがねちょっとよれちゃったりしてるんですけど、基本的に 全体をダブルステッチでやってます。これ今のラタンジュのシューズに入れてるんですけどね、もともとの持ち主に返してあげると、結構雰囲気似てません？まあ、色とね、この革の片押しの感じですよね、まあ、似てるのは。まあ、雰囲気をね、一応そういうところを目標にやってます。フルハンドっていうのはこのアッパーを縫うミシン以外をこの糸を全部手で縫うっていう、そういう作り方、まあ、大体そんな感じなんですけど、それがねとっても時間かかるんですよ。木型は削ってないです。木型は既製品の木型を使って、で型紙からパターンを起こしてアッパーの縫製と底付けまでやってます。で実際かかった時間はどこかな、実際80か90時間ぐらいですね。でもやっぱりフルハンドでやることの大切さって、その機械では出せないこの微妙なズレっていうのが出るんですよね。それがズレが大きすぎるともっとなんかこれクラフト感っていうか手作り感あふれるものになっちゃって、製品としてどうなのかっていう話になるんですけど、逆に機械よりも手でやる方が、まあ、時間はかかるけどその分正確にできるとも言えるじゃないですか。なので手でやるところ、手でやる意味があるところは手でかけて、機械でやるところは機械でやるっていう、その使い分けっていうのは大事だと思うんですけど、その手作業で行うとこの綺麗だけどどこかズレがあるっていう、そこの微妙な雰囲気みたいなものをよほど見ないと分かんないかもしれないんですけど、細部の雰囲気っていうのは全体に漂う、靴全体にこう漂うんじゃないかなっていうふうに思ってますね。最近はこういうちょっとねストレートチップの、ここがロングバンプって言われるやつですね、こういうのを全然もうそこはついてないんですけど仮靴で作ってみたりしてます。今後はこういう靴作りの動画もね、レザークラフト、まあ、レザークラフトと言えるかわかんないけど、そういう靴作りの、まあ、作る系の動画もどんどん出していきたいと思ってますので、ぜひ森人チャンネルよろしくお願いします。では。